おはようございます。6月29日、音の葉、音の葉、音で旅する音旅ラジオ、パーソナリティのさこです。今週もどうぞよろしくお願いします。この番組はチャタン未来センター内 FM 未来本スタジオより生放送にてお届けします。再放送は7月2日土曜日夜8時30分からでございます。はい、皆さん1週間ぶりです。いかがお過ごしですか？毎日暑いねあーもうね、我が家はもうクーラーばかりかけて、もう電気代どれだけかかってるのかなってね、あの怖いさもうね、今月の請求書開けるときちょっとね手震えるはずよドキドキ回してからクーラーかけてる部屋がね、うちはあの畳までかけてるんですけどね、あの子供たちってね、襖開けたらね、もうこう開けっぱなしにしちゃったりするんですよね。だからもうしょっちゅうさ、もうまた開いてるよ、クーラー逃げるけどってね怒ってますよ、もうしょっちゅうあのクーラー逃げないけどね、沖縄の人は冷気が逃げることをですね、クーラーが逃げるっていうからね、もう不思議よねクーラー逃げるから閉めてって言いますよね。県外の方が聞いたらこう意味わからんはずねクーラーに足ついてないからまああのとにもかくにもね、この暑さなんでエアコンを上手に利用しながら沖縄のね暑い夏を乗り切っていきましょう。さて、今週のキーワードは特に設けてありません。フリーなので何でもかんでもありんくりん、あなたからのお便り待ってますよ。メールのメッセージは fm792@fm-nirai.jp、 もう一回 fm792@fm-nirai.jp まで、または FM 未来のホームページからもリクエストフォームでお送りいただくことができます。またツイッターされている方でしたら、アカウントそらさこ SORASACO で検索してみてください。ツイッターでいただいたメッセージも番組内で紹介していきますよ。あとね、ファックスでも受け付けてます。ファックス番号が0989263208番でございます。926-3208番ですよ。お間違いのないようお願いしますね。あのいただいたメッセージ、あの今週ね紹介できないものもあるかもしれません、時間の都合上、その場合はまた来週ですね、あの紹介していきますのでよろしくお願いします。それでは今週もラジオの音とともに時間も空間も超えた音と言葉のプチ旅行に出かけましょう。音の葉、音の葉、音旅ラジオ、オープニングナンバーはこの歌をお届けします。松田聖子さんで渚のバルコニー。
ットの葉ことの葉音旅ラジオ、お届けした曲は松田聖子さんで渚のバルコニーでした。さて、今月からですね、はい、新たな企画がスタートしていて、この番組では皆様の、心と体の健康のために情報を発信していきたいと思っています。今日はですね、今日も鍼灸師の花江さん、比嘉花江先生にですねお話を伺っていますので、そちらお聞きいただきます。今日は、はい、ですね、お灸についてお話を伺っています。それではどうぞお聞きください。
い、花江先生ありがとうございます。花江先生は、ですね、毎週金曜日、茶壇ですと太平薬品さん、茶壇太平薬品さんでですね、治療も主張治療なども行っているそうなので、ブログ、されているのでそちらご覧ください。ブログ名がですね、新旧プラスよもぎの力というブログですね。そちら関心のある方は新旧プラスよもぎの力で検索してみてください。それでは続いてのコーナーです。続いてのコーナーはですね、今回から定期的に朗読もね織り交ぜていこうと思ってます。ちょっとねすごいチャレンジなんだけれど、私朗読まだまだ初心者なんですけれどね、恐れずにチャレンジしていきます私の朗読の先生、がですね、こう本当に伸び伸びとさせてくれる方で、個人個人のオリジナリティをねとても大切に考えながら指導や、助言をしてくれるので、はい、私ね本当に思いっきり自由にやらせてもらってるんですけど、朗読はやっぱり間の取り方だったりアクセントの位置や抑揚など本当にね難しいなと感じています。ただね難しいからやっぱりねやりがいもあるですよね。まあラジオでは初めて朗読をしますのでちょっとお手は柔らかに噛んだりするかもしれないけどもうスルーしちゃってくださいよちょっとねまた今日声もガラガラしてるので気になるんですけれど、はい、まあ今日は今日この時を楽しんでいこうと思いますのでよろしくお願いします。さあ今日はですね、なんと宮沢賢治さんの歌を朗読させていただきます。それでは、はい、あ、緊張するね一回呼吸を整えたはずだけどやっぱり緊張しますそれではいきますね。雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。はい、宮沢賢治さんの雨にも負けず、いかがでしたでしょうか。私はこの歌が本当に好きでですね、小さい頃はあまりこうね聞くけれどそんなにこう深くまでね捉えてなかったんだけれども、やっぱりねこうだんだんとこう私自身も成長していく中で、ある日突然ね読んだ時にもう号泣してしまって、なんて素晴らしい歌なんだろうってね。時々で変わりますよね、その時々読んでいる状態だったりね環境にいて変わったりするんですけど、その時はもうすごくねもうぴったりハマったんですね。だから歌ってすごいですよね。
その人のこの成長具合だったり、あの環境で本当に左右されるから、捉え方がでね、また立場が変わったり、するとまた違う捉え方ができたり、本当に、死の世界は深いなと感じます。はい、それでは、続いてのコーナー行ってみましょうか。あ、そうそう、今ね、そうだ、ちょうどいいなと思いましたね。この、 朗読ね、ぜひね、方言、沖縄の方言でもトライできないかなと思ってて、私は方言できないから、どなたかにね読んでもらってちょうどね、今日ね、今もう裏にね、久手堅さん来てるんですよね。久手堅さん聞いてるかな、ラジオあのこの後のね、11時からの園芸学園の、パーソナリティの、方なんですけれどね、久手堅さんね、よかったら後から教えてください雨にも負けずのね、ちょっと方言教えてくださいっていうか、読んでください私読めないはずだからはい、ちょっとお願いしてみようね、うん、ちょっと面白いですよね、沖縄、内縄口の、雨にも負けず、うん、ちょっと楽しみにしててくださいね。さあ、それでは、続いてのコーナーです。続いては、ですね、はい、北谷町で活動中のサークル音訳ボランティアグループそらさんが、広報北谷より気になる話題やお知らせをお届けしてくれます。そらさんは目の不自由な方へ毎月発行される広報チャタンを音訳しています。 CD の貸し出しも行っているので、関心のある方はチャタン町図書館またはチャタン町社会福祉協議会へお問い合わせください。またですね、音訳ボランティアに関心のある方いましたら、同じく、チャタン町社会福祉協議会、平田さんですね、平田さん宛てにお気軽にお問い合わせください。今日はそらのメンバーの山川さんがお知らせしてくれます。お願いします。あと5分しかないんですさ、30分って早いね、あっという間すぎてさ、ちょっとメッセージもやっぱりちょっと一部しか紹介できないかもしれないんですけれど、うん、早いな。朗読してみたけれども、やっぱり緊張しますね。もう先生には読んだことは内緒にしておこう。
ではそれではって、それではもうエンディングの時間、あっという間の30分間でございましたが、いかがでしたでしょうか。はい、ここでメッセージ、もうね全部紹介はできないので一部紹介させていただきますよ。はい、こちらはそう、最初ね先週読めなかったね、ごめんね。ブルースカイさん、おはようございます。さこさん、ブルースカイです。梅雨明けしましたね。夏本番です。夏の予定、過去は海に泳ぎに行ってないので、去年は海に泳ぎに行ってないので、今年は海に泳ぎに行きたいなとメッセージいただきました。ありがとう。うん、行ってらっしゃい。でも気をつけてよ海。うん、楽しく海遊び楽しんでください。ちょっとまたね報告待ってますよ。はい、どこのビーチ行ったとかね教えてね。はいさあ続いては、こちらはてっちゃんさんです。ラジオネームてっちゃんさん、さこさん、おはようございます。先週は久々にお会いできとても嬉しかったです。そうそう、見学来てくれたんですよね。ありがとうございます。とても元気そうで良かったです。先週はもう元気そうっていうかね、横広がりしちゃってね、元気そうすぎて怖いでしょはい、先週は誕生日を迎え、お食事に連れて行ってもらったりと、最高な誕生日でした。さこさん、メッセージもありがとうございます。すごく嬉しかったです。これからはアラフォー突入です。お互い頑張っていきましょう。ラジオネームてちゃん、ありがとうございます。うん、本当誕生日おめでとうございます。いやいや、アラフォー突入ですか。あのね、20代も早いけどね、アラフォーも早い早いっていうかね、密度が濃い。なんかね、30半ばぐらいからね、こう密度が濃いくてね、今私41ですけれど、あのね、40代入ってまたなんか変わってきた感覚が、いろいろ涙もろくなってきたあー、もう時間だ。ですね、はい、ありがとうございます。またちょっと紹介できなかった方、来週紹介していきますよ。それではエンディングの時間ですので、また来週お会いしたいと思います。ですね、FM 二来本スタジオより30分間生放送でお届けしました。土曜の夜にお聞きの方は再放送でお聞き、お楽しみいただきましたよ。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。パーソナリティはサゴでした。また来週この時間にこのチャンネルでお耳にかかりましょう。ありがとうございました。やっぱりユーストリームも緊張するけど、なんて言ったって朗読が緊張しました。ありがとうございます。この後は演芸学園ですね、11時から、方言の勉強できますよ。私も聞いてます。久しく。